宮畑遺跡は、福島県福島市岡島にある、縄文時代の遺跡。縄文時代中期、後期の3つの村の跡が複合している遺跡である。2003年に、国の史跡に指定された。また、都市公園として整備され、2015年に開園した。宮畑遺跡群畑遺跡の縄文中期の村跡からは、約40カ所の縦穴住居が検出されている。 この時期の宮畑遺跡の住居は屋根に土を乗せ福祉記録を備えたものであった。また、住居以降の半数は焼けた痕跡が見出された。このような村の半数の住居が焼かれているという現象は他の縄文中期の遺跡では確認されておらず、宮畑遺跡の謎であるとともに特徴の一つでもある。宮畑遺跡の縄文後期の村は、 前述した中期の村と連続性はなく、約4000年前に新たに、この場所に移住してきた人々によって営まれた村で、あると考えられる。この時期に作られた宮畑遺跡の住居の中には、地表面に石を敷いて、床とした敷石住居と呼ばれる遺構がいくつかある。敷石住居は、関東地方にしばしば見られる住居跡で、また、 この時期の遺構から出土した土器群は関東地方の土器群と同じ特徴を持つものが多く、この時期の村は関東地方の影響を強く受けていたと思われる。このほかこの時期のものとしては畳穴住居や梅メ,メが検出されている。この時期の村跡からは掘った手柱建物が円形に配置されている遺構が検出されている。中には、 直径90センチメートルの掘立柱を立てたと思われる巨大な柱アーナートが長方形に区画された遺構も検出されている。おそらくは祭祀などの村の行事の際に使用されていたと推定されている。円形に配置された掘立柱建物遺構群の外側には子供の墓と思われる梅メ,メを多数検出している。宮畑遺跡は元は 工業団地開発のために発掘調査されていたが、1998年に大型柱穴が検出されたことが、マスコミにより報道されて、以降注目されるようになり、2003年に国の史跡に指定された。市は遺跡の保存を決定し、将来的には史跡公園の整備などを計画している。二千七年八月には、宮畑遺跡史跡公園の愛称が、上も、 ピアグー畑に決まった。また、毎年10月には、宮畑縄文祭りが開催されている。なお、2008年に、福島市が、伊達郡委員の町を編入したことにより、同市内にある国の史跡に指定された、縄文時代の遺跡は、中期抜用を主軸とする、話題遺跡と本遺跡の2件となった。ありがとうございます。